グリゴリー・ディプマノビチ・ソコロフは、ロシアのピアニスト。5歳で、ピアノの学習を始める。デニング・ラード音楽院において、7歳の時レアー、ゼリフマンに、その後は、モイセイ・ハルフィンに指示した。12歳で、最初の大規模なリサイタルをモスクワで開く。1966年、16歳で、第3回、チャイコフスキー国際コンクールで優勝し、 審査委員長のエミール・ギレリス以下、審査員の全員一致で金メダルの授与が決定されたことによって国際的な注目を浴びた。1970年代と1980年代のソ連国内では印象深い活躍を見せたのに対して国外で演奏旅行を行うことが滅多に許されなかったために西側では名ばかりが知られた存在だった。 ペレストロイカ以降の1980年代後半に国際的な演奏活動が活発化してから次第に現在の名声が打ち立てられた。これまで行った演奏会は1000回以上に達し、ニューヨークのカーネギーホールやウィーンの楽友協会ホールにおける演奏などではしばしば批評家の熱狂的な賛辞を勝ち得てきた。レパートリーは非常に幅広くバッハやモーツァルト、 ベートーベン、シューマン、ショパン、ブラームス、スクリャービン、ラフマニノフ、プロコフィエフを得意とし、また、18世紀以前の作曲家、例えば、ウィリアムバードやフローベルガー、フランソワ・クループランにも意欲的に取り組んでいる。慎重に活動を続ける芸術家ではあるが、近年は、フランスのレーベルを通じて発表される、録音の量も増えており、 2002年のパリリサイタルの模様は映像監督のブルーのモンサンジョンによって DVD に収録され発表された。演奏はダイナミックなもので、左手で深いバスを響かせながら大きな環急を伴いながら情緒深く、しかも南極でもミスタッチが非常に少ないのも特徴である。吉沢ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷所、製本所、高特所。 2006年2月10日、92ページ、ISBN4 から7872から 7208X。ありがとうございます。